今日は総勢11人で人狼ゲームをします。役職は、市民さん、人狼さん、占い師1、霊能者1、狂人1、狩人1、パン屋1です。パン屋とは、毎朝パンを焼く市民で、パンが焼かれたことは毎朝全プレイヤーに知らされ、パン屋が死亡するとパンの告知がなくなります。1日目、美味しそうなパンが焼けました。それでは話し合いスタート。うわぁ、すごく美味しそうなパンだね。視聴者さんにも食べてもらいたいぜ。そうだね、視聴者さんやっての私たちだものね。じゃあ、食べさせてあげようにょん。はい、パン。これで視聴者様にお裾分けできてよかったです。そうだね。でも、フランは、はい、あん、って言わなかったね。だって、あんなんて恥ずかしくて言えないよ。そろそろ占い師さん、同時に出てきて結果お願い。レムジロ。話し合い終了。投票中、投票結果。よって、フランが処刑されます。私がいなくなったら困るよ。夜約。2日目、アリスが無残な姿で見つかった。市民頑張って。今日も美味しそうなパンが焼けました。話し合いスタート。フランはツンデレなのか。そして、私がいなくなったら困るよと言って死んでいったな。あの役職持ちだったのかな。霊能か狩人だったらやばいですね。私霊能者を使用します。フランは城だったよ。霊能者生きててよかった。でも、妹様が狩人だったら、安心できませんよ。そうだね、でも先に進まないと。占い結果お願いみょん。百夜城。グレイはマリサとサトリの二人だから、グレランしようか。そうだね、ウプ主もいいよ。了解。投票中、投票結果。よって、マリサが処刑されます。私がいないと大変だぜ。夜約。3日目、チルノが無残な姿で見つかった。市民やばいよ。美味しそうなパンが焼けました。話し合いスタート。ベーグルだね。ベーグルとは、出ている占い師がまだ真か否か確定する前から、狼が神に行く作戦のことです。ベグル、とも言います。マリサさんも気になることを言ってましたね。なんかこの村怖いんだけど。占い師さん、結果教えて。悟りは白。霊能結果言います。マリサは白でした。思ったのですが、狼3人生きているのに皆白だしということは、占い語りが人狼を囲っているのではないでしょうか。囲いとは、人狼に対して偽の占い師が白判定を出して保護することです。チルノもベグられたし、もしかして小石は占い語りなのか。その可能性否めませんね。その線で言うと、小石は占いでレミリアとヨウムとサトリが白だと言ったよね。だからその中に人狼がいるんじゃないかな。そうですね、小石さんが語りなら、ヨウムさんが一言も喋ってないので潜伏しているような気がします。でも、これもう勝てないんじゃ。ランダム勝負に持っていけるかもしれないから最後まで頑張ろうよ。ランダム勝負とは、最多数が複数いる場合、その中からランダムで一人が釣られることです。話し合い終了。投票中、投票結果。よって、ランダムでヨウムが処刑されます。ふんにょん。夜約。昨夜が無残な姿で見つかった。悔しいです。話し合いスタート。ふう、なんとか生き延びたけど、これもう勝ち目ないなぁ。負けたみたいだけど、私たちよく頑張ったと思うよ。霊能結果言います。ヨウムは黒でした。そうだね。そして向こうも人狼なんだよね。じゃあ、今日はもう PP でいいね。PP とは、奇数の場合人狼が票を合わせて勝負することです。ウプ主もういいよ。了解。投票中、投票結果。
よって、レミリアが処刑されます。負けたけど、楽しかった。市民と人狼の数が同じになりました。人狼の勝利です。それでは役職配分を発表します。霊夢は市民、マリサは狩人、小石は狂人、ヨウムは人狼、サクヤはパン屋、レミリアは市民、フランは霊能者、サトリは人狼、アリスは市民、モコウは人狼、ジルノは占い師でした。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。